ネイティブキャンプのレイアウトが右側見るとですね、1,2,3,4,5,6ってあって、スピークアップインビジネスとかですね、文法のグラマーのレッスンには向かないレイアウトがあります。 サン m ューアメニューバイバイというわけでスピーカーッンビジネス実践仕事の英会話の録画初めてしています、まあ、個人的にはもうずっと毎回毎回録画をしていますが公開用に撮ったのは初めてということですねでですねすごく大事なことはこの実践仕事の英会話をするにあたってですね あの、ネイティブキャンプのレイアウトを理解しておかないといけないということですね。ネイティブキャンプのレイアウトが右側を見るとですね、1、2、3、4、5、6ってあって、スピークアップインビジネスとかですね、文法のグラマーのレッスンには向かないレイアウトがあります。で、今選んでいるのがこの左から3番目ですね。で、普段はこの4番目を選んでいます。普段の実践仕事の英会話では、 4番目を選んでいますで。レビューって言って、5つのチャプターごとにある復習の時には、このこっちとこっち、4番目と3番目を行き来しますで。その理由はですね、3番目をクリックするとわかりますが、3番目の場合は、講師の画像と自分の画像と、その下にチャットボックスがあって、左側に講師と共有するための教科書、テキストブックが出てきます。レビューレッスン69ってありますよね。で、これを、 講師と一緒に見ていくわけですねここの教材変更ってやつをクリックをして教材を変更することができるんですね。で変更をするとこれ講師側からでも生徒側からでもどっちでも操作が可能でまさにこう共有している資料です。あの Google Meet とか Zoom とかの画面共有ほど便利なものじゃないんですけれどもあの1つのブラウザタブブラウザタブの1つの中で完結するのでこれはこれでいいなと。で そうすると、例えば次のチャプターに、ここですね、次のチャプターで変更したりすると、私が変更すると、講師側の見ているものも自動的に何もせずとも変更されるというようなからくりですね。なので、普段の復習の時以外は、まあ復習の時もほとんどの部分では、このですね、右から3番目、左から4番目のこのレイアウトがいいわけですよ。で、時々、この復習パートだけ、 この実践仕事の英会話ってやつはですね、スピーカープインビジネスは、どこだったかな、コスモピアとかっていう会社のテキストブックをき基軸にして、基盤にして、あのベースにして作っていて、それを公開してないんですよ。その、非公開にしてるんですよ。その復習のこのレビューだけは。5つのチャプターごとの復習だけは非公開になっているんですね。で、事前に予習ができないですし、その後復習もできないと。なので、どんな内容するかわかんないんですね。 で、じゃあ、どうするかっていうと、講師がこのチャットボックス内にすっごい長い文章とかをこうタイプして、それを生徒が読むんですね。今日まだマシンなんですけど、これ、ものすごい長いやつが出てくることあるんですよ。これレスリビューレッスン6-9なので、これって、スピークアップインビジネスのレベル1のチャプター10なんですね。この10ってやつ、10なんですね。で、この今日の前のレッスン、昨日の この復習では、ここめちゃくちゃ長かったです。なんで、ここが文章が途中でこんな感じですね。こんな感じで切れちゃうんですよ。それ気持ち悪いというか、まあ不便読めないので、その時にこのレイアウトを変えますと。そうすると長い文章が出てきて、一気に読めるということですね。まあその回テキストブックが消えちゃうので、そこは注意ですと。で、もう一個左のこの2個目ですね。2個目。これも結構いいのかな人によって。私はこの、このレイアウトが好きですけど、これ。 この左から2個目にすると、下半分、下から3分の2ぐらいがチャットボックスのエリアになって、ずっと読めますと。で、一番左。これやったことないな。ああ、もう、先生と自分の顔しか出ないパターン。だからこれ使えないですねって。カラーメソッドとかではいい,いですね、これね。私はまあカラーもこれにしてますが。で、あとは、これは講師の顔がなくて、自分の顔が出て、チャット。 チャットボックスもないのか右から2番目は。これ使えないですね。一番右はチャットボックス。これは自分の顔も講師の顔もないので、私はこれ使わないですね。なぜかっていうと、講師の顔が、こっちでもいいか。講師の顔があって、私の顔があって、 で、講師の顔で、その発音するときにどんな唇の使い方してるのかなとか、どんな舌の使い方してるのかなとか、どんな口の動かし方をしてるのかなとかですね。そこを見るわけですよ。発音が気になるときにはですね。なので、顔はすごく重要。そうなると、これが、まあいいのかな。で、チャットボックスを大きくしたいときだけ、レイアウトを変えて、まあこっちでもいいですね。なので、 カランフォービジネスまでをやるとき、カランメソッドをやるときは、私はどっちかな。うん、これ、どっちだったっけな。これ、これじゃないな。カランのときは、左から3番目の置に、3番目のこのレイアウトでやることが多かったような記憶がありますね。で、右側にカランのどこをやってますよって言って、まあ出るだけで何も使わないんですけどね。こっちとこっちだけ見ると。で、 この状態でもう何年間も4、5年ぐらいカランメソッドのビジネスカランのフルブックリビジョンが終わるまではこのレイアウトでやっていてそこからスピークアップインビジネス実践仕事の英会話とあとデイリーニュースっていうのもやってみたときにはですね参りましたね教科書が講師と共有できなくってなんかシステムエラーかなとかそういうことで戸惑って結構 結局、ネイティブキャンプのカスタマーサポートとやり取りをして、レイアウトに問題があるんじゃないかっていうことで、レイアウトを変えてみて、共有ができましたと。で、さらに、スピーカーアップビジネスを続けていて、復習パートに入ると、チャットボックスを無茶苦茶使うので、これじゃあ見にくいということで、困っている人がいたらレイアウトを変えるといいよってことを共有したくて、今回動画にしました。今回の動画は以上です。 もし質問や相談がありましたら、説明欄のコンタクトフォームから山中和志へ連絡していただけます。今回も動画のご視聴ありがとうございます。それではまた。